女優助演賞は綺麗な歌にご出演されました広瀬すずさんです。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。じゃあ広瀬さんに喜びの声を語っていただきましょう。どうぞ。はい、皆様はじめまして、広瀬すずと申します。この度はこのような素敵な賞をいただき本当に嬉しく思います。あの綺麗な歌は本当に岩井監督と主演のアイナ・ジ・エンドちゃんが本当に共鳴し合いながら作っていた作品だと思っています。なので私にできることは本当にアイナちゃんを支える、一緒にいい子として生きることしかできないなと思っていたんですけど、そんな中で助演という賞は、すごく自分にの支えになる賞になりました。とても嬉しいです。ありがとうございます。本当におめでとうございます。おめでとうございます。それではお話を伺ってまいりたいと思いますが、ここで切り絵の歌の監督である岩井俊二監督が会場にいらっしゃいますので、お越しいただきましょう。岩井監督、どうぞステージへお越しください。おめでとうございます。岩井監督、じゃあちょっとスーちゃんのそちら側に行っていただけますかね。スーちゃんセンターにこちらに来ていただけますか。じゃあ監督はじゃあそちら側に行っていただいて大丈夫ですか。はい、じゃあこちらに、はい、ちょっとこの×印にね、はい、いや改めましておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また今日は一段と衣装いろんなのを考えたんでしょうけど素敵ですよね。監督どうですか。本当ですか。いやもう素晴らしい、ね、いっぱい写真撮ってください本当ですね。恥ずかしいんで、はい、どうですか。監督とは今回初めてお仕事だったんですか。いや2回2本目で、すごく今回非常に難しい役でしたよね、はい、そうですね。なんでこの役が私なんだろうと思いましたいやいや本当に最初はラストレターっていう映画で女子高校生のなんかこう痛い気な役だったんですけど、こう打って変わってちょっとなんか頂き女子みたいな役でしたけど、はい、はい、すごい素敵に演じていただきました。ですよね、はい、どうですか岩井監督と一緒にお仕事をしていろいろとこう刺激を受けることとか、やっぱこの辺りやっぱ監督術すごいなと思うことありますか。監督は監督もやるしカメラマンもやるし照明もやるしっていう手作り感満載の中で、岩井組ならでは特有の空気感があるんですけど、その中はもう本当に自由で、本当になんかアイナちゃんと自由にこう動いて喋って笑ってってやってるのを切り取ってくださる現場だったので、だからこそ本当にアイナちゃんと一緒にいよう過ごそうと思って、うん、私たちは何も特にこういうことを頑張ったっていうよりはとにかく一緒に生きることだけでしたね。でも監督やっぱりある程度このフリースペースというかそういうゾーンを与えることがある意味でこのいいものが出てくるんですかね。そうなんですね。なかなかそれができる役者さんもみんなができるわけでもなかったりするんで、やっぱりそこはすごかったですよね、はい、どうですか監督はやっぱり今後、広瀬すずさんねもうますますこう可能性を広げてらっしゃいますけど、はい、今度はこんな役をやってほしいなとかこんな映画に出てほしいなってありますか。そうですね、本当にもういろんなポテンシャルを、ね、持ってる広瀬さんだと思うんですけど、今度はねぜひ120% 共鳴し合う役をお願いします。ぜひぜひぜひ。ぜひ全力で広瀬すず 120% 全開映画をちょっと、なかなか現場で話し合うとか私たちあんまりないですもんね。意外とね割と自由に淡々と。でもますますね広瀬すずさんその幅が広がってきてますよね。いやもう無限大だと思ってます、ねはい、いやいや本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。広瀬様、岩井監督へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの栗原様、ありがとうございました。